アルディとは、イタリア海軍のアウダーチェ旧駆逐艦二番艦。艦名は勇敢、大胆、斬新、独創的を意味するイタリア語に由来する。同盟を冠する軍艦としては、インドミト旧駆逐艦四番艦、チクローネ旧水雷帝二番艦に続き、三代目となる。アルディとは、イタルカンティエリのカステラン・マーレ・ディスタービア造船所で1968年7月19日に寄港し、 1971年11月27日に浸水。1973年12月5日収益。銅像船所で建造された軍艦としては最後になる。1987年から1990年にかけて、兵装の改修工事が行われ、ターターシステムからスタンダード SM-1MR に 127mm 単装砲2番砲を撤去し、 アルバトロス股間防空ミサイルシステムの8連装、発射機への交換、ヘリコプター格納庫の拡大などの近代化が図られた。アルディとは F564 ルポと共に1979年7月18日から1980年2月4日まで世界一周航海を行い33の港に寄港した。1980年6月27日にイタビア。 航空870便事件発生のため、553& レアドーリアと共にウスティカ島付近にて、捜索活動に従事する。1983年7月2日から1984年2月26日にかけて、レバノン内戦に対応して、イタルコが編成されて、レバノン領海米ルート沖合にて、合計198日間にわたる、警戒任務に従事。 その後の組員は、アレッサンドロペルティーニ共和国大統領の関越の下でリボルノで開催されたホルゴーレ落下産旅団のパレードに参加した。2005年9月28日に退役。ありがとうございます。